はい、おひつじ座の皆さん、こんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は5月後半の動きをタロットカード中心に見てみたいと思います。5月前半の動きは前回の動画で、星の動きをメインに解説させていただいたので、今回は内面の動きということでタロットで見たいと思います。まあ、星の動きはね、私たちの意識では変えられないんですけども、私たちの感情とかまたは日々の過ごし方っていうのは自分の精神的な気づきや心構えによっていくらでも変えることができるので、皆さんが豊かな気持ちで心地よく過ごせるように、この動画が何かしら参考になったら嬉しいです。それでは5月の後半早速見てみましょう。おひつじ座の皆さんどうですかね。これ切ってますのでね、いつも言いますけど、はい。そして今回も撮ってすぐアップできるように編集はなしでいきます。もごもご言ったらすいません。では5月後半のおひつじ座さんのキーカード、ペンタクルスの5です。正位置ですね。そうか、なんかやっぱりまだ本当の豊かさっていうのを気づけてないのかもしれないですね。はい、ちょっと見てみますね。まあでも何かしらこう5月の前半って何かしらの達成とか喜びとかを感じた方も多かったんじゃないかなと思いますけどね。その後ですよね。要するにね、その後どうですかっていうところですよね。はい、羊座さんの後半の流れ、はい、じゃあ一緒に見てみましょう。ペンタクルスの9、ソード10、カップエース逆、カップ6逆、ソードナイト、カップキング、ラバーズの逆ですね。ソード7、鳳凰、オラクルがペンタクルスの10です。いいですね。まあ、星で見た時に今、お金のこととか価値観とか、とにかく豊かさ、感覚っていうのが今バージョンアップしようとしてる時ですから、やっぱりカードで見ても入り口がカップ、ペンタクルスの9っていうのは、何かしらいいチャンスがあったんじゃないかなと思いますよ。これは別に会社の中の昇格っていうものだけじゃなくて、自分の意識が上がるとき。まあ、そんなことがあったのかなと思うんですけど、そこに至るまでが結構相当しんどかったのかなと思いますね。まあ、よっぽどなんか、自分のことを客観的に見れるとか、自分のいいとこも悪いとこも分かってますよっていう人でなければ、単純になんか、ああ、大変だったとか、なんか、ああ、周りがすごいなんかプレッシャー強かったとか、なんかそんな風に感じている方もいらっしゃるかもしれませんけど、でもやっぱりそれは喜びの上に起こること。プレッシャーとかストレスっていうのも、何にもないところに起こるというよりは、何かしらその自分がいいこと、成長するね、いい何かがある時に当たって、与えられることが多いので、そういう意味で良かったんじゃないでしょうか。そして今この5月中旬っていうのがね、もうその12日とか13日、14日あたりっていうのが、一番なんか、ちょっとピーク、精神的な感情のピークかなって感じがします。そして、ここから急になんかね、ふーっとこう落ち着いて、ああ、やっぱり本来の自分で頑張ろうみたいな感じになるんじゃないでしょうか。そしてその後が、またね、ソードのナイトで走ってるんですよね。なんかまたやりたくなってるんですかね。忙しく、したくなってるのかな。まあ、特に5月の、21日以降っていうのは、双子座のエネルギーが入ってきて、すごく軽快な流れなので、まあこれ前回の動画でも言ったと思うんですけどね。ものすごくやっぱ知性とかコミュニケーションとか流動的情報が流れるっていう感じなので、それが面白くてついついやりすぎちゃうぐらいやっちゃうんじゃないかなと思うんですよ。例えばブログとか書いてる人でしたら、まあちょっとしんどいんだけど、でも毎日書くとか、そういうのもあるかもしれないですし、何かに一生懸命携わってる、一生懸命やってるっていう感じがします。
そしてその後がキングのカップで、急になんか優しくなってるので、誰か助っ人が出てくるとか、なんかそんなこう羊座さんを優しく応援してくれる人が出てくるのかもしれないですね。そしてその後がラバーズの客なので、ちょっと迷ってるんですけど、まあ、ちょっと先に全体の流れを言っとくと、ご自身が感じていても感じていなくても、今すごく豊かな、感覚のバージョンアップがある時なんですね。だからもしかしたら個人レベルでいくと、あー疲れたとか、もうしんどいとか思うこともあるかもしれないんですけど、でもその行為も全部含めて、ものすごく今なんか豊かさのベースに乗ろうとしてるみたいな感じがあるので、とてもいいですよ。で、ぜひ自分のそのご自身が何を信じるかっていうその精神性もしっかり持っておくといいですし、決してね、自分が損してるんじゃないかとか思う必要はないですね。なんか例えばバカ正直に頑張りすぎてるんじゃないかとか、そういうのは別に思わなくて大丈夫だと思います。これはソードの7が出てるからそう言ったんですけどね、なんかこう建前と本音が違うっていうか、本当は自分はこうしたいんだけど、周りの人のこと思ったら、こうしとくべきなのかなとか、まあ今これが常識なんだったらそうなのかなっていうふうに思いやすいんですけど、でも方法が出てるっていうのは、自分の中の信念をしっかり持つことによって、迷いなく進んでいけますよっていう形だと思います。なのでお仕事で言うとね、そのいい流れに向かっていってるんですけど、ご自身ではさほど余裕がないというか、本当にこれで大丈夫なのかっていう確信が持ちにくいかもしれません。だけど、まあ20日過ぎたぐらいから何かいい提案をもらったりとか、人からのいいオファーがあるような気がするんですね。そしてその後、でもそれって初めてのことだからどうしようかなとか、ちょっと若い人に助けてもらおうかなみたいな感じで、ちょっと迷いながらもやっていくのかな、新しい兆しが見えてくるぞ、20日以降にっていう感じがしました。はい。そしてもし恋愛で言うならば、若干ちょっと今恋愛モードじゃないというか、もっと落ち着きたいというか、ほっとしたいという気持ちの方が強いかなという気がするので、まあそういう意味でこう恋愛対象っていうよりも、まあ一緒にちょっと落ち着いて話ができる人とか、そういう方とのご縁っていうのはありますよ。なのでまあ全体を通して、ちょっとやっぱりこのペンタクスの5が出てるっていうのは、せっかくあるこの豊かさを自分の心の余裕のなさっていうか、忙しすぎたりとかね、ちょっと体調がそこまで良くないとかで、せっかくある豊かさを感じる余裕がないっていう感じがしたので、はい、そこだけ気をつけてください。ではちょっとね、気をつけることも見させてください。これはセルフセラピーカードというものです。はい。復讐というカードなんですけど、これは心理学的には受動攻撃っていう、その自分を不幸にすることで相手に迷惑をかけて復讐するっていうかね、やり返すみたいなのがあったりするけど、でもお羊座さんっぽくないですよね、そういうのってね。なんかお羊座さんはもっと潔く戦うっていう感じがあると思うので、自分が我慢すればいいんでしょうとか、自分がなんか無理してやって、それで周りに迷惑とか、周りになんか免罪符のように私はできる限りのことやりましたからっていうよりは、いや自分が本当に落ち着ける環境とか、ほっとできる環境とか、そういう休みを積極的に取ったりとかして行く方がいいでしょう。自分を決して痛めつけないでくださいね。そしてはい、真実の姿で歩いてくださいっていうことだそうです。まあいろんな役割っていうのがね、社会を生きていく上ではありますが、そういうちゃんとしなきゃとかね、そういうのをまあそれはもちろん社会のルールとしてね、礼儀として必要な時が多いとは思うんですけど、でも自分の人生は、自分の生活は自分、本当の自分で生きるんだっていう形でいく方がスッキリするみたいですし、その姿に共鳴する人と一緒に手をつないでやっていくっていう感じがしました。はい。そしてね、宇宙から与えられるギフト、フローです。フロー。今回は珍しくお羊座さんから占ってないんですね、私ね。これで8個目ぐらいなんですけど、よく出てくるフロー。やっぱり今流れがいいんだと思います。双子座の流れ自体がね、こうちょっとこう、
こう全体的にですよ、全体的に今双子座のエネルギーが強いのでこう流れていきやすい時なんですけどね、あのお羊座の皆さんはその流れをうまくキャッチしてうまくこうスイスイと流れていけると思うんですけど、その時のコツとしてはこう流れに乗ってくださいねなんですね。自分で泳ぐっていうよりもそれには受講犠牲をやめて本当の自分の感覚で自分が何を信じてるかっていうことを 大切に過ごしていくと自然と流れてますよと、うまくいってるとかうまくいってないとかっていう自己ジャッジによって自分があの本当の豊かさっていうのをもしかしたらブロックしてるかもしれないっていうのがメッセージですかね。はい、そしてもう一ついきましょう。はい、最後ハイヤーマインドです。はい、ということで最後ちょっと切れてしまったんですけども、今回はこんな感じです。もしですねタロットリーディングできるようになりたいとか、または先生術を通してもっと自分の可能性を見たいという方は、この度コミュニティを始めましたので概要欄に書いてあります URL から詳しい情報を見てみてください。そしてこのカードはですねそのコミュニティの方で、動画をアップして解説していますので、ぜひそちらをご覧いただけたらと思います。はい、ということで今回もありがとうございました。次回は5月26日の満月を過ぎて月末までの間に6月の星からのメッセージを先生術メインで解説させていただきます。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。